皆さんこんにちは、小瀬のです。この前、ついにですね、学校の前にある畑の土作りを始めまして、近所の方にトラクターを借りてきて、私が所属する日本学校の秋田田舎スクールの代表であるドミニクさんがですね、そのトラクターをね、運転して、あの方何でも運転できるんですね、エンジンがついているものを。運転して、あの土を耕してたんですけど、すごいですね。何でも運転できるっていうかね、もうそれ以上なのよ。そのね、トラクター使ってね、ウィリーしてた。<laughs> すごいよね。見て見てとか言ってね、あの急にブイーンとかってね、ウィリしてね、いやすごいすごいすごいとかキャッ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 言いながらね、見てね、あの一足切り楽しんだ後にね、気づいたんですけど、あのウィリしても全然畑耕されない。小泉式日本教授でございます。えー、っと言語学。 変音現象2ということで、まあ、前回その「連絡」という、えー、と音が変わる現象っていうのをやっていきました、えー、変音現象、えー、他にもねいくつかありますで結構ですね今回は使う今日は使うのがですね「連乗」というね え連なる声と読む、えー、場合もあるようなんですけど、えー、連情と読む方が、えー、通常というか一般的だと思いますので連情という音で覚えた方がいいと思います連情というとね連情だけ聞くとなんか「え恋心?」とか思っちゃうんですけど漢字が違いますのでこの、えー、連情ですね気をつけてくださいで、まあ、前回に引き続きその、えー、変音現象ということで扱っていきますここにねパート1と見えるんですけどえちょっとあのいくつか例がねちょっと複雑なので少しずつ順音 ながら、えー、例ををですね皆さんににご紹介してていいいくためにパートをちょっとと分けていこうと思います結構ね、えー、赤本などにも連状ってね載ってるんですけどえっ、ー、みたいななんか説明が23行で終わってえ,つ,えつまりということみたいな感じになって終わってしまったりとかね、えー、と一応連状の例はこれだとかねこの単語とかだけ言われるんですけど でえそれ何が連乗起きてるのとかっていうところがえよく分かりにくい言葉なのでちょっとその辺りをです、ね、詳しく解説していこうと思います。えー、とまずですね、連乗なんですけどこのね説明がねもうすでにあの <laughs> ややこしいんですよ。えっ、ー、といきましょうか、連乗。全部要素末末尾の m n t 音つまりまあ、な行、ま行、た行みたいな音っていうふうに考えてほしいんですけど、ただこれ、死音で終わるんですよ。あのつまり、えー、松がこういう死音の音で終わってるよと。ね。それ、基本的に死音で終わっていて、こうですね。で、 そののの後後部部要素の頭の部分えつまりまあ全部要素前に来る部分後ろに来る部分の要素が2つあって全部要素の後ろお尻の部分がな NMT の音のシーンになっているさらに後ろに続く後部要素の先頭頭の部分のえがですね「あ」や「和行音」だった時。 えー「あ」や「和行音」だった時それがそこねこうなんかつながって影響を及ぼしてこの「NMT」の音が影響を及ぼして結果的に他「他行」「な行」「魔行」の音に変わっちゃうよっていうのがそういう変化が「連乗」という変化なんですね。非常に,非常にこうなんかえみたいな ど,ど,どういうことってこ,うなんかこの説明だけ聞くと想像がねなかなかできないっていうふうになっているので、まあ、順を追ってねほに少しずつやっていこうと思うんですけどただまあ、えー、とこの連乗というのを、まあ、大体で覚えておくと前と後ろがあって前のお尻の部分が。 後ろの頭の部分になんか影響を及ぼしてなんか音変わってるんだねそんな感じのイメージでまず捉えていただいてさらにそこからじゃあ実際どういう音でどういう変化が起きるのかということを見ていきたいというふうに思いますでまあ少しですね図解というか説明をもう少し加えておくと今のですね文章で書いたのをまあ図で表すと全部要素と後部要素がねこういうふうに合わさったね合わせたきに全部要素のこのまっの部分 後ろの部分が NMT の、N「んうん」「トゥ」みたいな音だった時に後ろの要素後部要素の頭の部分頭の部分がもし「あ」 や和行の音が来ていた場合ここがまあこういうふうにねこっちに影響を及ぼして結果的に最終的に他行、な行、間行,行の 音に変わっちゃうよ変化するよという現象がこの「連状」という変化なんだというふうに抑えておいていただきたいです。でただこの「連状」っていうのはあの例をねこう見た方いらっしゃると思うんですけどなんでこの例なんだろうとかねあのなんかずいぶん古い言葉とかそういう言葉で例が出てくるなと思うんですけどこれなぜかっていうと一応現代の語で新しく連状を起こすっていうことは 多分ですね基本的にないと思うんですよ。つまり過去、えー、時代で言うと中世の時代、えー、と鎌倉とか室町の時代の日本語でこの連城という変化が起きて、でその時代でも 連常という変化が起きるのはそれ以降基本的にないんですよねでその時代にできたその連常の言葉が現代にも残っていてまあ歴史的に見るとそれ過去に連常という変化を起こしてたんだねっていうことが分かっているだけなのでまあ、現代の新しい言葉でなかこれ連常起きてるねっていうことはあんまりないかなというふうに押、え、さ、ー、えておいていただきたいと思いますじゃあその連を起こしていて具体的な例を見ていこうと思うんですけどこれねちょっと 歴史的金遣いとかをちょっと分かっている必要が出てくるんですよね。えー、例えば、実際にその例を見ていこうと思うんですけど、一つ目の例ですね。三味、あのー、三味、これあのなんだろうな、運動会とかね。 やった1位に位3位とかっていうふうに3位もあるんですけど「三味」というふうに読むことによってまあ昔のその、えー、と役人のねあの階級とかそういったことを表すとか,なんかお坊さんの階級とかねそういうのを表すような「三味」という、えー、言葉があるとまあその鎌倉とか室町の時代になのでなちょっと仏教用語とかそういうのが結構多いんですよね。あのー の連に関わる例っていうのがで三味という読み方もあるよということでじゃあこの三味ってどういうふうな連上が起きてるのかというとちょっとですね歴史をちょっと紐解いていく必要があるんですけどこの三味っていうのはじゃあもともとどういう音だったのかひらがなだったのかということを説明しなければなりません。まず三なんですけど今ねこの数字だけ書いてあったら サンっていうふうにサー作業の「さ」って書いて和音の「う」ってね発音の「う」を書くと思うんですけどこれ実は「さん」この音ってですねあの昔の音で言うと書き方としては「さむ」というような書き方をするんですよね「さむ」「む」つまりこれ「まみむめものむ」の音なのでつまり「さん」のこの「まの部分は「 この、M、のの M 子音の音だよ魔、ね、行の子音の音になっているよということになるとつまり全部要素のここ後ろの部分が M の音になっているよと、ねまあ、昔,の昔は「のう」の音でもちゃんと分けてたんですねこういうふうに、ね、今は分けがなくなってしまってますけどでさらにそのこの「い」の部分え いって言ったら、あいうえおのいかなと思うんですけど、この実はですね、こごちでとかで調べれば分かるんですけど、あいうえおのいではなくて、わいうえおのい。記憶ありますかね、高校時代とかに勉強したと思うんですけど、わいうえおのいで、このいをか,かいて、このいなんですね。えだから、こごちでとかあればね、わいうえおのところで調べたら、このいって調べたら、これが出てくると思うんですけど、位を表すようないだと。つまり、 えとサムという M の音で終わっていて Y エオの「イで終わってつまりこれ和行の音ってことですね和行和行ですね、えー、この状況を見てみると同じですね全部要素の末の部分がこの M のム「ムムね両親でム「ムムという音で終わっていて後部要素の頭の部分がワイをエオの ということでここがギュッとねギュッとねこうなんだろうえ影響を及ぼしてこれが何になったかというとここでね結果見ても分かる通り「み」になってますよねつまり「ま行」に変わっていると。ま行」に変わったと。ねここの「ま行」に変わったよ。 それで三ってていいううにミの音が出てきたよということとになるとでここの「うん」っていうのは、えー、と現代ではね「えー、む」っていう書き方しなくて発音の「うん」っていう書き方をするので「三味三味っていうこの書き方になるわけなんですけどこれが連情を起こしているということになるんですねこの関係ですねこれですねじゃあもう少しね例を見ていこうと思うんですけど「陰、えー、名字」映画にもなりましたけどね「陰名字」というね、えー、<laughs> まあ役職というか なんですかね、えっ、ー、とそういう、えー、役職でしょうか「えー、音名というね言葉もありますけど「えー、音名字まあ音名この部分で連上が起きてるんですね「音名じゃこれもちょっと字をね紐解いていくと、えー、この「音」の部分はちょっと先ほどの「さん」と同じような感じですもともとは「音」「音」ね「音」こういうふうにまあ両親で閉じる「音」 という無の音でまあ昔は使い分けがあったので、まあ、わざわざこういうふうに書いていたよと「ねつまりここが「む」の音になっているよとねここですね全部要素の後ろでこの「みと呼ばれているところ部分ねここは、まあ、こ,この漢字だけあったらどう読みますかっていうと「よう」かなとかってね「陽気のよう」とかねいう,うなりますよねただまあ,あの枕草子とか思い出してほしいんですけど春はあけぼの「 ヨーヨー白くなりゆく山際とかねようの時にねあの教科書に「やうやう」って書いてあると思うんですけどつまり、えー、今のね「よう」って読むんですけど「やう」こういうふうにねつまりこの漢字は「やう」という書き方してまあ「や行の音」っていうことになると、えー、後ろの要素の頭の部分が「や、えー、行の」。 音となっている後ろのあごめんなさい全部の松の部分が M の音が来ててそれで後部要素の頭の部分がヤ行が来てるそれでどういう変化したかというと音名っていうふうにここが魔行の音に変わってますよねこれで魔行の音に変わっていると。 影響を与えて、まあ行の音に変えて、音名字というような読み方になっているね。あ、これ、連上起こしてますねということで、えー、考えられるということですね。さあ、今日はね、えー、基本的にその今、全部要素の末に M の音が来ているものをね、扱っていっているんですけど、他のね、現代でも使うかなっていう言葉の例がね、1個、えー、見つかりましたので、これもね、最後ご紹介していこうと思います。えー、と膜まあその 起こっていいるね様子とととかか表表情そういうことを表す剣膜という、えー、すごい剣膜でとか言うんでしょうか剣膜という言葉がありますけどこの剣膜っていうのも歴史的に見るとこう連情というのが起こしてるんじゃないかというふうに言われてるみたいですね。あのなんかちょっと疑問符が出るみたいなんですけどまあたおそらく起こしてるだろうというふうに言われてるらしいです。えー、ちょっととこの辺を紐解いていてくと腱膜はもともと 煙悪でこれなんかですねどうもこういう言葉もありますよね険悪な雰囲気だとか時の険悪「険悪」「険悪」 だからですねもともと今だと剣幕とも剣幕もどちらもあるんですけどもともとこれが元になって剣幕という言葉が派生したようなんですよねだから漢字がねちょっとね変わっているんですよでだから剣幕の漢字はちょっと当て字というか他にもねいろいろ書き方があるみたいなのでこれはねいろいろ諸説があるというかちょっと難しいところなんですけどまあ、そもそも剣幕を元にしているとなので最初のね 剣の部分は先ほどと同じように三とか音、えー、とかと同じように、まあ、ケムみたいな、えーまあ、M の音になっている。で後ろの部分はこれをもとにしているのでマク、えー、の部分が開くという音開くという音だとつまり後部要素の頭の部分があ行音になっていると母音の音になっているよということになるわけですね。でそれで 全部要素の末が後部要素に影響を及ぼしてこれで真行に変わると。真行に変わって剣幕という音に変わってこれも連乗を起こしてますよねというふうに言われてるらしいですね。と、えー、いうことで、えー、と今日はですね、えー、とまあ連乗の例として、まあ、全部要素の末が、まあ、M 音。 この M の音素の音で、まあ、後ろの音がね、まあ、今回今日は一応全部出せましたねあ行や行和行だった時のあ行や行和行だった時にそれがま行音になるよという連乗の例を出していきました次回ですね他のこの辺の音のですね、えー、と例も皆さんにご紹介していこうと思います、まあ、連乗ってね言われると うん、正直言うとここまで詳しく知らなくても、まあ、検定試験は解けるかなといつもの通りねこれまたつあのコメントで突っ込まれそうですけど、えー、とここまで知らなくてもいいとは思うんですけど私もねこう日本語教授養成講座の勉強してた時にとかあの、まあえー、と大学とかでなんか勉強した時になんか「連上とかって言われてこういう説明とか言われても「へ、hey、え」みたいな。あと なんか音変わるんだよとかって言われて、例えばえっ、ー、と酸味ねとかって言われても、はあみたいな何がどうなって変わったのみたいな感じで、これなんかもやもやする話だったので、まあ一応ここで詳しく説明解説しておきました。ぜひ皆さんの勉強の糧にしてみてください。 田式日本教室ではメンバーシップ制度を導入しております月額190円で本編ではお話ししてない裏の話をですね、皆さんにお話ししております本日はですね前回の動画めちゃくちゃ再生されたけど本当は公開したくなかったというお話をしていこうと思います興味ありましたらメンバーシップ制度のご加入をご検討くださいそれでは本編はここまでですまた次の動画でお会いしましょう 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます、えー、この動画いいと思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますまた明日の授業で会いましょう